アランチャが提供する、エンドンジミヤビヤミヤビヤとは、ドミグラスソースで軽肉などを煮込んだ料理。東海地方のレストランなどで提供される。レシピは店によって異なるが、ドミグラスソース、もしくはケチャップで、玉ねぎや椎茸を炒めにし、鶏肉あるいは、エビを加えて最後に鶏卵を乗せる。発祥や名前の由来は不明だが、一説には、 ジャコモ・マイア・ベアが客に振る舞ったことから名付けられたフランス料理マイア・ベアが原型で名前はマイア・ベアを日本語読みしたとも考えられている。いつ頃から存在したかについても不明だが2015年時点でミヤビアを提供していたのは以下の4点のみであった。いずれも2015年時点で創業100年を超える老舗洋食店でこのうち京楽亭に残された。 宮部屋を含むレシピ帳には対象10年と記されている。2019年5月31日には当時、名古屋市内で最古の洋食店だった、勝利亭が閉店したことで、宮部屋を提供する店舗は一時3店舗まで減少した。勝利亭の閉店で、名古屋市内で宮部屋を提供する店はなくなったため、大竹俊行が、北紀人となり勝利亭と隣接する。 炎鈍寺商店街全体で炎鈍寺宮部屋として継承することが提案され賛同した商店街の9店舗のうち5店舗が2019年8月頃から提供を始めた。またそれとは別にかつて宮部屋の名前で提供していた愛知県津島市の店でもレシピが再現され2020年7月頃から提供を再開した。AB 愛知東海限定謎の宮部八島でも復活。朝日新聞デジタル。2020年11月6日閲覧。ABCDF e 大竹俊行名古屋最古の洋食店が閉店。全飯シ宮々が商店街グルメとして復活。ヤフーニュース。2020年11月6日閲覧。名古屋メシの隠れたスター謎のご当地メシ。宮々とは J. タウンネット東京都2020年11月6日閲覧全力リサーチ謎のご当地しみやびやのルーツとは名古屋テレビ放送2020年11月6日閲覧謎の養殖、みやびや創業100年長の4点のみに継承朝日新聞デジタル2020年11月6日閲覧ウィキメディアコモンズには みやびやに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。